パラスティカの豆だと沢でです。はい、今日は、はい、もうすぐバレンタインということで、インスタグラムで皆さんのバレンタインの失敗談、あのエピソードいろいろ募集しましたので、そちらをね、我々でちょっといろいろ見ていきたいと思います。撮影する前に豆田さんと2人で見てたんですけど、結構みんなやってる、やかしてるね。でもすごいよね、なんか結構なんか、渡せませんでしたとかさ、可愛い系ばっかりかなって思ったら、もう全然そんなことなかったんで。そんなことみんなちゃんと渡した上で失敗したりしてる。ぜひちょっと見てください。はい。これ多分みんなさ、学生時代のこのエピソードが多いじゃん。確かに。あげてた？小中とか。いや、あのその本命ってことだよね。そうそう。いやー、もうほぼないね。いや、私も記憶、まあなんか 1,2 回はあるけど、うん、ほとんどないかも。高校時代もさ、クラスの女子とかでみんなでやってたけど、うん、そうそうね、本命をあげるとかはなかったよね。あのクラスで好きな男子にあげようもんなら、うん、もう次の日からもうあれよ、もういやマジで大盛り上がり。みんなのこうエピソード見て、あ、ちゃんとなんかドラマとかアニメみたいに、うん、こういうバレンタインのエピソードってちゃんとみんな体験してんだと思ったんだけど。思うよね。じゃあ1個目、私がはいおもろいなと思ったのは、うん、パチパチ系のやつを渡したら炭酸無理で妹にあげたって言われたこと。いや激辛じゃん。100歩譲って、うん、パチパチ系無理だから妹にあげよう、これ許せますけど、うん、はい、言わないでほしいよね。そうなの、その余計な一言いりません。いらない、もう食べたでいいの、美味しかったよでいいのよ。いいのよ別にね、バレないんだから、その辺はさ。あ、だから恥ずかしくて言ってるって可能性ない？いや、そうかもね。絶対一緒に食べたじゃん。食べた食べた、うん、あ、美味しいねみたいなのを照れ隠しで言ってんじゃないの。そうしたらパチパチ系無理で妹なんだったか。学生時代そういうことあるよ、やっぱり。いや、あるある、あるよ、照れ隠し。学校であげようと思ってあげれず、それでも諦めず彼の家にいてピンポンしたら親出た。ああ、なるほどね、確かにそれはあるあるだよね。あるあるだ、学生あるあるだ、うん、私も小学校の頃にチョコ作って友達と、うん、でなんかさ、小学生の頃ってさ、うん、好きな人同じじゃんみんな。わかるわかる。その集中するんだよね的は。また集中して、うん、でその男の子に対して3人、私いて3人でチョコ作ったんだけど、うん、確か次の日学校に持ってったんだけど、うん、インフルエンザでお休みだったの、うん、で、え、待って、これインフルエンザってことは1週間ぐらい来ないじゃん、うん、確かに。え、どうしようってなって、うん、結局その子ん家にピンポンして、うん、あの、これ作ったんで渡しといてくださいって。え、かわいい。やった記憶ある。あ、で、無事渡せたんだ、うん、え、無事渡せたと思う。でも、うちのママとそこん家のママが普通に仲良くて、うんうんうん、あの、なんとかちゃんからあのチョコもらってありがとうねって思い、うん親に言われて普通に恥ずいこと起きるっていうことは起きた。めっちゃ恥ず、うん、チョコケーキ作った時、仕上げに溶かしたチョコそのままかけてカチンコチンになっちゃいました。やるよね、そういうのね。やるやる。もうそのまま固まっちゃったんだね、ケーキの上でね。あ、そういうことだよね、うん、いやでも分かんないじゃんそういうのって。やっぱもう素人だからこっちはさ、そんなまさかガチガチになると思わないしさ。好きな人に渡したいっていうさ、うん、その本気じゃんみんな。そうだよね、失敗するわけにはいかないぞっていうさ、その強い意志が逆に空回っちゃう時あるよね。あるよね、やばい。しかも大体さ、練習しないじゃん。あ、一発だね、ぶつけじゃん、その前日の夜とか、うん、もう一回失敗したら終わるもんね。あ、でもそのガチガチ系で言うと、うん、小学生の頃、料理とかお菓子作り全然しないけどトリュフチョコ作ってみたの、うん、学校でみんなに配って家帰って食べてみたらなぜかカチカチに固まってた。すごく固かった。多分トリュフチョコだと思って食べた人びっくりだと思う。みんなの歯無事だったからね。確かに小学生だからまだ乳歯とかある。確かに。あ、取れた。で、上の歯は下に投げて下の歯は上に投げんだよね。やってたね。やってたよ。これもあるよ、はい、きなこのクッキー作ったら、うん、ゆるゆるうんちみたいな色になっちゃいました、そのまま渡しました。結構色がね、うん、際どいよね。際どい。きなこは確かにちょっと際どいね。だってまずチョコがうんち色なのにさ、うん、きなこ違
構ギリギリのラインだね。そう、バレンタインはギリギリのラインなんだよ。そうだよね。あれは一度も話したことない美容室のイケメンに手作りチョコ渡した、かっこゲイですって書いてあるんだけど、すごい、待って、じゃあ見たことあったけどってことかな、うんうんうん、あ、自分の担当じゃないイケメンってことだよね。なんかアシスタントの人なのか、うん、なんかわからないけど、スタイリストなのか、そういう一度も話したことないけど、うん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 、ちょっとその好意があるっていうことを伝えたいなみたいなのにさ、ぴったりよね、バレンタインなんてね。確かにね、なんかね、どうぞって言いやすいもんね、うんうん、いいな、それ嬉しいじゃん、絶対、ね、シンプルにアルミホイル電子レンジに入れたことあ、それダメよ、危ないよ、それマジダメ。いやでもさ、ちびっ子たちなんかさ、うん、小学生の時とかも作るじゃん、みんなで、うんうん、本当にわかんないからさ、そうね、やっちゃうよね、そういうの。豆田さんもこの間の雑談で言ってたけど、あの湯煎ちょっと諦めて、そう、フライパンでそのままチョコ溶かしちゃうとかね、みんなでね、そう、直火でさ、こうやってやっちゃうとか、焦がしちゃいますからね。そうそう、ダメなのよね、本当危険だから。渦巻きクッキーを手作りしたらマガダマ柄だと思われたあのこういうやつってこと？あれよ、あれじゃない、服のブランドでさ、ま、うん、めっちゃ昔流行ったやつさあんじゃん、白と黒のさ、あー、わかる、こういうやつね、こういう、そう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 、はいはいはい、それか、それじゃない、違う、ま、なかなかいない、マガダマじゃんってなることないけどね相当綺麗だったんじゃない、逆に言うと。確かに、マガダマってさ、うん、学校で作らなかった？作ってない。あ、じゃあ学校じゃなくてあれかも、真剣ゼミかな真剣ゼミで、マガダマ作んなかった？マガダマ真剣ゼミで調べてみていい？言うよ。真剣ゼミ、何それ、来るの教材として？あ、ほら、マガダマ作成キット、そうそうそう、もうそのまだ形になってないこういう石と研磨剤みたいのが送られてきて、自分でマガダマの形にするの。すごい。確か。めっちゃ本格的じゃん。石削るってことでしょ？そう。知らなかった。あ、すごい、今一気に思い出した。やってない、あんた、マガダマ作成キット。真剣ゼミはちょっとやってたけど、うん、マガダマ作成キットはやってなかったかも。やってないか。うん、中学生の時なんか血迷って好きな子にモバイルバッテリーあげたなんで？あ、チョコじゃなくて、なんか実用性って考えちゃったんかな大人じゃんね。大人じゃん。いや、ありがたかったと思うよ、その子は。モバジュは大事だからね。そうだよ。あと、すごい長文で送ってきてくれた方がいました。はい、ちょっと胸クソなので読みます。お願いします。当時の恋人と初めてのバレンタイン、はい、気合い入れてチョコ作ってラッピングも買って綺麗に包んでルンルンでデートに行って意気揚々と渡したら、これ持ち歩くの邪魔だなとか言われ、その場で爆食いし始めてました。フードファイトって思うくらいに爆速で完食した後、ラッピングごと近くのゴミ箱に捨てられ、このラッピングダイソーで買ったでしょ、安く済まそうとしてるのバレてるからと謎のドヤ顔で決めてきました。あ、付き合う人失敗したと思ったバレンタインでした。やばっ、こいつはやべえやつだ。モラハラすぎる、さすがに。この人は多分あの、うん、将来ずっと一緒にいたらあのモラハラタイプですよ。いや、大変だよ。モラオットです。モラオット。モラオット邪魔だなっていうのをまず嫌じゃん。嫌だ。1個目。うん、まずキモい。キモポイント1、邪魔だな。うん、で、丸に、なんかもう爆食いするところ、急いで。キモすぎる。なんか、ありがとうって言って、ちょっと食べてみてもいい一口とかさ、いや、それ嬉しいよ。食べて感想伝えるとかじゃなくて。うん、そうそうそう。これだってさ、うん、チョコだけじゃなくてさ、その外見、うん、ラッピングも含めてさ、その子の作品なわけじゃない。うん、そうだよ、バレンタインは。そうだよ、それを乱雑にね、食べて、うん、で、あの、挙句の果てにダイソーですかとか言われたらさ、ブチギレよ、もう。ブチギレだな。帰るよ、うちらだったら。帰るね。帰りますって言っちゃうわ、もう。帰ります中3の時、同じクラスのスキピにチョコあげようとして、うん、放課後チョコ渡すからって言ったら、ガチでやめて、お前のこと好きになるとかマジでないからって言われてガチで拒絶したから、うん、そのチョコはパパにあげました。あ、ツンデレとかじゃなくてガチフラレです。腐
草生やしている子がいます。まあその渡す前にも、うん、あ無理ですって言われちゃったんだね。言われちゃったんだね。どっちがいいんだろうね。逆にさもらってあって曖昧にされるのと、いやマジで本当ないからって先に拒絶されるの。うん、確かに、なんかその、うん、拒絶されちゃった方が、うん、もうなんか晴れやかでいいかも、逆に。ね、なんかそこまで言われるんだ、草って思えるよね。思える。うんうん、なんかこうやって笑い話にできるし。そうだよね。わー、でもこれは中3でいい経験したね。うん、いい経験、そうだね。確かに、うん。大人になって、なんか、それやられたらちょっとショックだけどね。泣いちゃうかもね。うん、あ、全然そういう気ないんで、あの、もらえませんとか言われた。会社とかで。そう、会社とかで。え泣くわ。泣く泣く、その場で泣く。給湯室で泣きます、自分。私も泣くわ。当時付き合ってた彼氏に生チョコをあげたが、うん、ココアパウダーのかけすぎでむせてた。あれ難しいよね、でもさ、うん。自分でさ、普通に買って食べるさ、ココアパウダーついてるやつも結構な頻度でむせちゃうんだけど。うん、え、本当に？ふってなって、こう多分。食べる時にふって息吸っちゃうんかな。吸ってんじゃない、それ。そう。ってやってんだよ。そうって。ってなって水飲んでチョコ食べるもん、うん、バサみたいに。これはちょっとやばいな、うん、友達に生焼けクッキー渡しちゃって次の日、うん、数人体調不良で学校来なかったからの学年集会。え、嘘でしょ。え、結構大ごとじゃん。え、結構大ごとじゃん。しっかりあの食中毒みたいなことしてるじゃん、飲食店の。危ないね。危ない。いやでもそういう人多い、なんか、うんうん、お腹下しちゃったとか。あーでもね、もう基礎がさないからさ、ちっちゃい頃って、うん、手洗わないで作っちゃったとかさ。いや絶対そうだわ。生焼けとかは確かにちょっと危険かも。あとお腹下しちゃったって子もいるわ、もらったチョコで。あー下す側の人の意見もある。うん、友チョコ交換でもらった手作りホワイトチョコで腹を下し、うん、そこから 5,6 年怖くて食べれなかった。え、かわいそう。いやでもちょっとトラウマになっちゃう子もいるかもね、うん、でもさ、その、うん、チョコで腹下すってなんだろう。ほんとその雑菌が入り込んだとしか思えないよね。うん、ホワイトチョコでってなかなかなくない？ない。なんか焼き菓子とかだったら確かに、うん、生焼けとかあるけど、何を入れちゃったの？これ最後いい、いい、はは痛い系で、うん、餃子の皮使ったチョコでちょっと硬いかもだよって言われたけど、歯折れるくらいの硬さだったって。どういうこと？餃子の皮？餃子の皮を使ったチョコでちょっと硬いかもだけどって言われたけどって。なんかあれかな、その餃子の種の部分をチョコにしてるみたいな、あれかな、うん、ちょっとチョコで、あの、うんうん、皮で包んでってこと？もちっとした、なんていうの、なんかもちチョコみたいのを作ろうとしたのかな。あー、なるほどね。結構みんなじゃあ試行錯誤するんだ。こんな感じで、うん、皆さんの面白バレンタインエピソードをご紹介しました。はい、またね、来年も やりますので。バレンタイン企画はうちらも失敗してるし、何度も何度も。そうだね。そうだよ、うん、みんな失敗して成長していくんだよ。そう、いいんだよ。皆さん、まだね、書ききれなかった人はコメント欄に書いてください。確かに、はい、お願いします。以上、せーの、バラスティカでした。